シマノフスキのザコパネの別荘、ビラ・アートマ。典型的なザコパネ様式と呼ばれる木造建築である。シマノフスキの棺ぎカロル町へシマノフスキはポーランドの作曲家。激動する時代に合わすかのようにその作風を何度か変えながら4つの公共曲、2つのバイオリン競奏曲、2つの弦楽史重奏曲、2つのオペラ、ピアノ曲や歌曲を残した。 18世紀のポーランド分割によって19世紀当時はポーランドからロシアに割譲されており、現在はウクライナに属するキエフ県チギリングンティモショフカでシュラフタの家に生まれた。父親のスタニスワフ・シマノフスキはポーランド人の裕福な王子主、母アンナはポーランドにやってきたスウェーデン系の移民で、カロルは3番目の子供であった。両親は音楽を愛し、家は 芸術家が集まる一種のサロンのようになっていた。こうした環境からか、彼の4人の警視妹はいずれも音楽家、画家、詩人といった芸術の道に進んでいる。カロルは4歳の時、足に大けが多い一時期は歩けないほどであったため、学校へは絵ず家庭内で初等教育を受けた。最初にピアノを教えたのも彼の父親であった。10歳になると、父、 スタニスワフのいとこ、マリアの夫にあたるグスタフネガウスが、エリザベトグラードで開いていた音楽学校に入学した。1901年、より専門的な音楽の教育を受けるために、シマノフスキは、ワルシャーに行き、家政学をマレク・ザビルスキ、作曲と対位法をジグムント・ノスコフスキに指示している。ここで彼は、音楽グループ、 若きポーランドのメンバーとなる5人の音楽家と出会った。それは、アルトゥール・ルービンシュタイン、パベウ・コハインスキ、グジェゴ・シュフィテルベルク、ルドミル・ルジツキ、アポリナ・リシェルと出会った。彼らが旗揚げした若きポーランドは、ポーランドの若い音楽家の作品を出版、プロモートすることを目的とする音楽集団であった。1904年にワルシャワの音楽学校を卒業した後、 シマノフスキは、ベルリンやライプツヒで、多くの時間を過ごしている。シマノフスキの音楽教育の環境を考えれば、至極当然であるが、創作初期には、ショパン、バーグナー、スクリアービン、リヒャルト・シトラウス、マックス・レーガーらの影響が明らかな高機ロマン派の、作風の作品を創作した。1914年、シマノフスキは、ローマ、シチリア、アルジェ、チュニスあるいは、 パリやロンドンを旅した。またその途中ロンドンで、ストラビンスキーと会っている。第一次世界大戦の勃発により、ティモシュフカーに帰ったが、そこでも古代、ギリシアや、初期のキリスト教、イスラムやオリエントの勉強に没頭した。その成果が1916年に完成した、公共曲第3番、夜の歌である。この作品にはドビュッシーをはじめとする。 印象主義音楽と13世紀のペルシア人、神秘主義詩人ジャラール・ディーン・ルーミーのテキストが見事にブレンドされている。こうした作風がシマノフスキの創作第2期の特徴であり、この公共曲は第2期の代表作である。1917年の秋、ボリシェビキの一団がシマノフスキ系を吸収し、美術品は略奪され、カロルのピアノは、 面白半分に池に投げ込まれてしまった。この事件は、シマノフスキ一家を経済的、精神的に叩きのめした。カロルは、ショックのあまり音楽から遠ざかり、小説、エフェボスを創作している。1918年に、ポーランドが独立を遂げると、その翌年に、シマノフスキは、カイロの音楽院からの招聘を断り、一家で、ワルシャーに移住した。この頃から彼は、 祖国の音楽に興味を持ち始めていたのだが、それを決定づけたのは、1921年パリでストラビンスキーと再会した時に彼がピアノで演奏した結婚に受けた衝撃であった。以降、シマノフスキはポーランド、特に南部のタトラ山地の民族音楽に傾倒してゆく。ここから彼の創作期は第三期に入る。 彼は1922年以降ザコパネに別荘を借り、この地をたびたび訪れている。1927年にシマノフスキはワルシャワ音楽院の院長となった。彼は若い才能のある音楽家を育てるために、ポーランドの音楽教育を根底から見直し、改革を行おうとするが、主級派と対立し、 フラストレーションに苛まれながら5年間を過ごした後、1932年辞任に追い込まれた。辞任後は収入を得るためにコンサート活動を行った。1932年の公共曲第4番は自身を独創者にすることを想定したピアノ独創を有する公共曲となっている。しかし、コンサートピアニストとしては技術不足でコンサートの回数は年々減ってゆき、 それにつれ経済状態は困窮の度を増していった。それに追い打ちをかけるように、肺結核が悪化し、天地療養のためにラボス、クラース、カンヌと各地を転々とし、最後は1937年3月29日にローザンヌで息を引き取った。棺はポーランドに運ばれ、古都クラクフの大天使ミカエルとセースタニスワフの教会の地下聖堂に安置された。 この地下聖堂は1480年に他界した年代記作者ヤンド・ウォシュから2004年に他界したノーベル文学賞受賞者チェスワ・フミ・ウォシュまでポーランド歴代の芸術家や文人の棺が置かれており誰でも見学、参拝できる。演奏するグラル人たちショパンやパデレフスキが主にポーラなど北部低地地方の民謡に取材したのに対しシマフスキが影響を受けたのは ポーランド南部のタトラ山地の民謡の中でも特にグラル人と呼ばれる牧畜を主体とする農民に伝わるものであった。それはリディア戦法や即興的にビブラートを加えるリディゾバニエと呼ばれる歌唱法、不規則なフレーズが突然挿入されたりする特徴を持つオフビートのリズムが支配的な快活な舞曲である。中には山賊踊りと呼ばれる 荒々しい仕草とフレーズを持つ楽しい踊りもある。彼は木造の民家の隅で農民たちが生き生きと汗を飛ばしながら踊る姿を見つめ床を踏み鳴らす音を聞いて楽しんだという。エッセイの中で島のフスキはポーランドの農民は芸術家に匹敵すると語っている。彼は19世紀にこれらの民謡を紹介した編曲が荒々しさをため、 単調の感傷的な音楽にしてしまったことを嘆いている。自身の作品では、神経質なほど精密に布教するリズムセクションを再現し、音楽の荒々しいパワーを損なわないよう配慮している。こうした姿勢は、20のマズル歌集、オーパス50顕著で、リズムのエネルギー、バグパイプを模したことの単純な持続音や反復音、不規則なフレージング、 大胆な副長などがためらいなく用いられている。ワルシャは、新世界通り47番1924年から5年間、シマノフスキが住んだ家この家は19世紀なカバに、英国文学のポーランド人作家ジョゼフ・コンラットも住んでいた。ありがとうございます。